トリフェニルホスフィンオキシドは化学式 OP3 で表される有機リン化合物である。しばしばトポとして参照され抽出剤と安定剤として用いられる。室温で空気に対して安定な白色の個体である。トポは通常トリオクチルホスフィンの酸化によって調整されトリオクチルホスフィンは酸塩化リンのアルキル化によって生成される。トポの主な用途は 金属、特にウランの溶媒抽出である。高い親有性と高い極性が、このアプリケーションの鍵となる特性である。リン酸素結合に近する相極子の高い極性により、この化合物は金属イオンに結合することができる。オクチル元は、灯油などの低極性溶媒への溶解性をもたらす。研究所では、トリオクチルホスフィンとトポの両方が、CD 図からなる。 量子ドットを生成するためのキャッピングリガンドとして役立つ。これらの場合、トポは合成の溶媒として機能し、成長するナノ粒子を可用化する。トポでコーティングされた量子ドットは、通常、クロロホルム、トルエン、およびヘキサンに可用である。これらの量子ドットは、体の過酷な気候を通過する際の劣化を防ぐための保護バリアの一部として、生物学的アプリケーションでも使用される。 ありがとうございます。